コーヒーメーカーの地区です。今ですね、撮影部屋の建物の駐車場に今着いたところなんですけども、ちょっと今日二人にはね、プチドッキリみたいなのをね、しようと思ってます。内容はですね、偽企画になるんですけど、聞きお菓子みたいな感じで、まあ、前回ですね、パックンが私とゆりちゃんにやったあの聞き組選手権じゃないですけど、まあ、やられたんですけど、中身は聞き組じゃなくて結局辛い組を食べさせたかったっていうパックンの意地の汚さの動画だったんですよ。なのでちょっと今回ね、それの、まあ、仕返しじゃないけど、ちょっと一発恥をかかしてやろうと思って3問ですね用意してて、そのうち1問全く同じお菓子を準備して、いやこれはこんな味だから多分このメーカーのやつなんじゃないかなみたいな、俺たちなんか食い物を食い散らかしてきたぜみたいな風吹かせってくるんじゃないかなっていうので、ちょっとやっていきたいと思います。商品なんですけども、まず普通にね、これカルビーの普通にポテチの薄塩とチップスターの薄塩、これね分かる人は分かるけど、分かんない人は分かんないと思う。その後にこちらの小枝ね、逆だ、小枝とポッキーのなんかザグザグしたやつね、これなんかココナッツ入ってるらしいんだけど、なんかイージーですよ、イージー、こんなの俺たち分かるよっていう油断ですね。で最後こちらのチョコパイ、これはこの一つしか用意しておりません。これを二つ食べさせて味が違うとか言うんじゃないかなっていう引っ掛けをやっていきたいと思います。それでは今から事務所の方に合流したいと思います。行くぞ。それではね、中にね入っていきたいと思います。緊張するね、こういう私さ、嘘つくの下手くそなけんが、ここだっけ、ゆりちゃんです。今日はパックンが聞き組を私とゆりちゃんにしたと思うんですけど、やりました、まあ、それに、まあ、近いもの、聞きお菓子選手権始めていきたいと思います。聞きお菓子、聞き組、聞き組で何説明します。はい、カルビーの薄塩のポテトと、うん、コイケアの薄塩のポテトを目隠しされた状態で味の違いが分かるのかっていうのを、待って仮に味の違いが分かったとしても、普段ポテチ食わんからどっちがカルビーかどっちがコイケアかが分からん。そうなんだよな。いや、やってもらいます。分かりました、じゃあやりましょう。やってください。ここはね、私より年上でお菓子も私より食べているというものでやってるんで。なんか今日さ、ちょっと自分が若いこと必死にアピールしすぎじゃない？いやいや、そんなことないですよ。そんな年齢変わらんねえ。よく言うぜ。ちなみになんですけど、はい、今回その聞きお菓子、うん、3種類用意してるので、3回戦があるってことです。3回戦です。じゃあ準備します。お願いします。1戦目、じゃじゃん、当ててもらいたいと思います。あれは答えなくていいからね、メーカーは。寝てます？準備が整いました。第1回戦、食べて味を覚えてください。これを食べればいいの？うん、あ、かけらでもいいね。うん、あー、わかった、うん、俺これ、もうわかった。あんま食ってないっていうくせにわかるっていうのもすごいですね。では、2つ用意してるので。俺わかった、もう食べなくても分かった。食べないとこれは分からん。今食べたのこっち。俺こっちかなと思った。じゃあ食べていってみましょうか。はい、では実食いただきます。こっちです。これはこっちだわ。口に入れた時の感じが全然違うわ。おお、ほうほうほう。これ舌使いがさ、荒いっていうかさ、物をベロで転がす癖がある。お前下ネタやめろよ。いい加減にしろよ。お前はめっちゃ舌使いのプロって言われてんだけど、その舌使いのプロが選ぶのは A のポテチ。じゃあ A ですね。A、 ゆりちも J です。残
です。え ？B です。そう。本当です。え、マジで違うの？違います。本当？すっげえこの B の方めっちゃ硬かった。そうなんだ。普通に食おうとしてない。普通に食おうとしてない。バレちゃう。こんな硬かったっけ？ねえ、フェラおじさんはどう思うの？分量したらにしてるよ、せめてもそこはフェラじゃねえだろ。残念。そうなんだ、俺絶対こっちだと思った。俺も今思った。騙された。2問目からは実食の方も目をつぶってもらいます。はい。こな雪舞う季節は夏だよ、まだ。次の戦いはこれとこれです。当ててもらう味がこっちになります。パックン口開けて。あ、上向いて。ゆるち口開けて。え、なにこれ。はい、食べましたか。なんかでも食べ覚えあるよね。うん、知ってる味がする。うん、ゆりちゃん口開けて。多分あれかなと思うけど。え、なにこれ。食べ覚えがあるんだけど何かがわからん。じゃあ次してくれ。え、お、マジ。あ、わかった、うん、これポッキーだ。なんかシナモンみたいな。シナモンの味がしてきた、いきなり。 A と B、 正解をどうぞ。せーの、 A。 正解。イエー。ものは A がまずこれ。あー、小枝。なるほど。え、小枝ってあんな感じだっけ。へー。で、あ、ポッキーだ。ポッキーすごい。ゆりちゃんがすごいです、マジで。すごい。へー。2番目は明らかになんか食感が違ったよね。あー、やっぱ違う。めっちゃこっち軽くて、最初のサクサクが。おーおーおー。で、こっちはなんかその、なんか中が詰まったみたいなサクサクだったのよ。2問目にして、2人とも正解ですね。3回戦は何のお菓子が出てきますかね。乾き物、チョコレートときたから多分次はスルメとかそういう系じゃん。グミ系もありそうじゃん。あ、グミも恐怖症なんだよ。ごめんね。でもね、予想だけど、やっぱ3回戦だからちょっと今までとこう違う、ちょっと一筋縄ではいかないものとか変なものを持ってきてると思う。うん、待って、匂いで分かったかもしれない。え、めっちゃなんか、うん、分かった分かった分かった。え、なにこれ。いいですか。はい、ちょっと水飲んでいい。どうぞ。おう、ハレの日。口開けてもらっていいですか。あ、はい、うん、これね、私ここに来る前に食べたんですけど、これ当てられるかな。ちなみに言うと、類似してるものは国産のお菓子ではないです。ただ味はめっちゃ似てる。インターネットの方でも味が似てるっていうので噂になってたので、今回準備をさせていただいたんですけど。え、これ何マジで。こぼされたんだけど。あれ、ちょっと待って、やばい、これだってずっと思ってたんだけど、もう一個今候補が出てきた、頭の中に。え、これ何。そもそも何かが全く分かんない。チョコなのかきなこなのか何なのか分かんない。それはやばくね。あ、それはやばい。それはやばくね。さあ、どうなるでしょうか。では、正解の方をお願いします。せーの、B。え、なんて言った？ A、B。おー、割れた。え、ちょっとその、ちょっとゆりちゃんの思った商品名言ってもらっていい？カントリーマン。あー、いや、俺、最初匂いでチョコパイだと思ったんよ。うん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 。でも、なんかチョコパイのチョコ成分がちょっと少ないような気がして、えらいパサパサしてるなと思って、うん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 、エリーゼかと思ったんですよ。おー、なんかエンゼルパイとか、なんか あの類だろうなっていう。海外の商品ってなんかあの緑、名前がわかんないんだけどさ、うん、緑のパッケージの細長いあれかなと思ったんだけど、ほう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 、っていう見解です。ごめん、俺そもそも何食べてるか分かんなかったしさ。いや、チョコっぽいのはわかるんだけど、お前チンコばっか食ってるからやろ、お前らは。チョコなのはわかる。あ、チョコなのはわかるんだけど、ブラウニーとも違うのよ。俺の予想では、A がその外国産の何か、で、B がその国産の何かじゃないかなと。ただ、A は、うん、お酒っぽい味がする。でもね、わかる。なんか後味がラムじゃないけど、そうそう、ラムみたいな匂いがするわけ。
ちょっとでももう僕はもう分かんないけど、もう B で。B で。A でいいですか？いいよ、いいよ、このまま行こう。正解は、てってれー！ A も B も同じ商品でしたということで、はい、聞きお菓子選手権というのは偽企画でございます。はい。ちょっと待ってください。いいんですけど、その、片方は国産とかいう嘘は良くないんじゃないでしょうか。ちょっと説明していいですか、経緯経緯を。まず、聞きお菓子選手権をするにあたって、うん、本当にね、ちゃんとしようと思ってたの、うん、で、韓国にこれと似たようなお菓子が本当にあって、で、ドン・キホーテで売ってるんですよ。ビッグパイっていう名前だったかな、うん、で、あって、それを買いに行ったらなかったんですよね。で、前回私とゆりちゃん、このパクオに辛いもん食わされて痛い目を見たわけじゃないですか。恥をかかしてやろうと思って今回 A と B 同じ味にしました。やられたぜ。優しすぎる。フェラ太郎はちげえよ。 A と B これで味の違いを言ってきたら恥ずかしいかなっていう。だってどっちかが外国産ってさ、もうそれ前提を覆す嘘じゃん。そうですよ。それダメじゃん。なるほどね、違うって自分で言ってるじゃん、それ。なるほどね。一緒っていう選択肢もあったわけですから。いやいや、なかったですそんなあなたにチョコパイをあげましょう。文句言ってたらチョコパイもらえた。俺文句言ってないからもらった。あー、ずるい。いかがだったでしょうか、私の下克上。まあ、失敗か成功かで言えば平和って感じだよね。まあ、こういう感じで進めていくんで、今後もっていうことでね、うん、見事騙されてくれた2人、今後も何かを仕掛けるかもしれないので覚悟しておいてください。なんかね、釈然としない今気持ちが騙されたっていう気持ちもないんだけど、モヤモヤするドッキリなんです。なんかドッキリなのかみたいな。なんかやっぱ若いからまだやっぱやることが可愛いなって思いましたね。今日のところはグッバイ。チャンネル登録よろしくね。